こんにちは、こんばんは、ハンナミレイです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。初めての方は初めまして。プライベートプライズス首都高バトルゼロ実況21回目をプレイしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ガレージからの出発、福住新環状右回り行きたいと思います。さあ、もう月日が経つというのはもう驚く速さで、首都高バトルゼロの実況を始めさせていただいて早6ヶ月目ということでね、もう進行があまりにも遅すぎてですね、完結はまだかまだかと、視聴者の方から痺れを切らしてね、もう呆れ返って、もう実況者離れが後を絶たないというのが現状なんですけどね。というかそのっていうのは、まあ独断なんですけど、まあそれも実際のところ閲覧回数もそこまで上がらずにですね、パフォーマンス性が上がらずに、うだつが上がらないという状態が続いていますね。まあ、こんな調子でですね、ずっと、果たしてね、これ実況者一人相撲をやっているようなね、そういった作品になってしまうのかなと。ただだらだら長々と、パートばかりが加算でいくだけの拙い動画っていうか、まあ、それだったらもう本当に張り合いがないというか、もうせっかく、時間をかけてやっているんだったらもう少しね楽しませて欲しいなっていうのが、筋なんですけどね。まあ私自身もですね、その完結に向けて、極力ね最善を尽くそうと思っているんですけどね、なかなかその真意のほどが伝わらないのかなと思うと非常に悔しいんですけど、なかなかその相手があるのだなと、まあ、そういう実感があって初めて、あ、次にまたつなげられるんだという、まあ、作業に取り掛かれるんだなと、まあ、信じておりますんでね。やっぱりそこは少なからずね、誰かしら実況の方を見ていてくれてるんだなと、まあ、そういうふうに信じておりますから、まあ、多少お見苦しい点はあるかとは思うんですけど、なんとかね完結に向けて、着実にね成績の方を伸ばしていきたいと思いますので、今後とも、どうかごひいきにと、まあ、一言、添えておきたいなと思います。
新たなチーム魚雷クルーズですか。 FT を初めてですね。さあ、なんとか勝利しました。さあ、次に参りたいと思います。さあ、幻惑の白い妖精、白き妖精ですか。1223、さあ北米仕様のアコード、
さあエンジンのパーツタイプ4に変えて、エンジン調子いいですね、クラッチ&デフ、あとボディチューンも、ボディの合成補強ね行って、いくらか、走行に安定が、現れたかなと思います。さあなんとか、ここまで順調ということで、さあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もご覧になっていただけたらと思います。それでは失礼します。